昔の日本。池波正太郎の時代劇小説仕掛け人主人公の藤枝梅安は、針医者でありながら裏の家業は殺しを請け負う仕掛け人。とある神社のそばに庵を編んでいた。東京品川区東五反田。木地神社。小説「殺しの四人仕掛け人」藤枝梅安によると、品川台町の通りを南へ下った左手に木地の宮の社がある。別当は宝刀寺といい、丘の上の社殿を仰ぐ鳥居の右手にその本堂があった。針医者藤枝梅安の家はこの木地の宮の鳥居前の小川を隔てた南側にある。藁屋根のちょっと風雅な構えの小さな家で、こんもりとした木立に囲まれていた。この神社は昔は違う名前で呼ばれていたが、ある時白い雉が当地に飛来してきて、そこで死んでしまう。その夜、村民の夢に甲冑を着た人が現れて言うことには、我は大和たけるなり、我を当地に祀れば国家を守護し村民は安全になるべしと告げて、白雉となり飛び去った。そこで白雉を当地に埋葬して大鳥明神と称した。江戸時代になり、徳川三代将軍家光が当地周辺に鷹狩りに来た際、一羽の白雉が社地に飛び入った。それを追って家光は社前に詣で、村民に当社の社号を尋ね、村民は大鳥明神であると答えたところ、家光はこれが誠に奇髄であると、以後雉の宮と称すべしと命じたという。